目を覚ましました。え、見せて見せて。いや、ほんとよかった。もうちょっとで私のお箱、初級順位必須応急処置スキル心肺蘇生法を使うところだったよ。まあまだ使ったことないんだけど。しか、ごめんごめん、寝起きにこんなペラペラ喋られちゃ迷惑だったかな。具合はどうですか？体に異常はありませんか？私はシカで、こっちがヤンヤン。雲稜谷という黄竜領地内の昆州城外の場所です。その格好、黄竜の方ではないみたいですね。漂泊している旅人、もしくは帰郷の方でしょうか。なぜここにいるのか、それに自分が誰なのかもわからないですか。こんな後遺症、白紙からも聞いたことないよ。風から危険の予兆を感じます。天空海の発生、新たな無音区が形成される予兆です。このままここにいると危ないよって意味。あ、やっぱり天空海のせいでデバイスの信号がなくなった。通信も切れちゃって誰とも連絡つかないね。急いで白紙と合流しないと。にしてもあんた本当に何も覚えてないんだね。まあ平気平気。何か質問があったら移動しながら話してよ。私とヤンヤンが全部じっくりバッチリ教えてあげるからさ。漂泊者さん、元の名前を思い出すまでそう呼んでもいいですか？ここに長居するのはあまりよくありません。もしよろしければ漂泊者さんも私たちと一緒に行きませんか？よし、じゃあ行こう。あんたは何も覚えてないみたいだけど、これだけは 99%、 いや 100% 確定できる。それはあんたも共鳴者だってこと。漂泊者さんは手の甲に黄金がありますし、ひょうたんも持っています。見た目は少し違いますが、この2つはどちらも共鳴者の特徴です。それとヤンヤンが共鳴、今は静かで平和だけど急に危ない残像が出てくるかもしれないから気をつけて。って言ったそばから。記憶はなくても戦い方は覚えてるんだな。次は絶対先手を取るぞ。出ないとマーショーファン、いやいや鹿らしくないんだ。どうしました？どこか具合でも？
もしかしてさっきの戦いで。採取について思い出したのですか？これは今週の採取の彫像です。採取は交流にある一定六州にそれぞれ一人いて、皆異なる外形をしています。今週の採取は核と呼び、竜の姿をしているのです。まさにこの彫像のように。文明と歴史があるところに採取は存在する。交流は長い歴史と豊かな文明を誇る土地です。なので最も多くの採取がいる場所でもありますね。また交流の各地域をそれぞれ統治する採取ですが、元は一つの存在だったという記録もあります。もちろん他の場所にも採取はいます。でも数としては交流よりもはるかに少ないです。ほとんどの交流の採取は竜の見た目をしていますが、その他の地域だと異なる見た目をしています。中には言葉で表現するのが難しい採取もいるのですよ。え、採取が？採取の姿を目にするなんてなかなかできません。それこそ就任式ぐらいでしか。それなのに採取が近くに見えているのですか？ということは漂白者さんは採取の共鳴者？でも今の今週採取の共鳴者はレイン様ですし。うっ、やばい、これって巨狼級の残像だよね。シカを助けましょう、漂白者さん。行こう。やっ、はっ、はっ、この光で。信号塔が敵の攻撃を防いでくれるから安全な場所でもあるんだ。漂白者さん、デバイスを貸してもらえますか？これで大丈夫です。機種とバージョンが違ってもデータの送信などの基本機能が使えるようになりましたよ。もうすぐ谷口に到達します。高低差がありますのでデバイスのパラシュートモジュールを使うと便利ですよ。谷口を出てもうちょっと歩いたら昆虫城に着くよ。城内はどこよりも安全な場所なんだ。なんてったって天皇が作った防御施設は難攻不落。中枢信号塔が城全体を覆うように保護シールドを出してるからね。へへー、でしょ。昆虫は石崩れの高地と北落の原に面しており、関所と要塞の役割を持つので
交流の要衝と呼ばれています。白氏、ここで待ち合わせするって約束したのに来ないな。天空海がここに発生します。文句？いつの間に？来た時はまだなかったよね。ここへ来た時には感知できませんでした。え？早いにも程があるって。天空海には追跡機能でもついてるのか？まるで私たちの後を追ってきたみたいじゃん。無音区の中央、あれって白氏じゃん。白氏、白氏、遠すぎて声が届きません。形成されたばかりの無音区は一定時間潜伏期に入るので比較的安全ではあります。潜伏期の持続時間は無音区の形成時間に依存します。形成時間が短いほど潜伏期が長い、そして潜伏期が長い無音区からは強力な残像が生まれます。そして形成時間が短いほど潜伏期が長くなる。だからこの無音区は一定時間内であれば安全なはずです。ヒーローショーのシナリオならありえるかも。はい、それにパラシュートの滑空距離では無音区の範囲を超えられません。まずは白氏のもとへ急ぎましょう。デバイスの滑空機能を使いましょう。漂白者さん、私に任せてください。なんでこんなところに。ねえ白氏、聞いてってば。私たち、あれ、大丈夫みたいね。よかった。もうすっごい、さっきも巨狼級の残像をやっつけてたし。いや、本当に元気だね。はい、特に問題はなさそうです。略氏はただあなたのことを心配してくれているんです。確かにさっきまで倒れていたあなたをむやみに連れ回すべきではありませんよね。おしゃべりするなら場所を変えましょう。
行こう。しなくてさ、私も大丈夫です。あれほどの残像を軽々倒せる漂白者さんって。私は特に何も、全て漂白者さんのおかげです。雲稜谷はそれほど危険な場所ではないはずなのですが。そんなことより、これ見て。これは残響ですね。おお、さすが、あんたついてるね。漂白者さんは残響と音階について覚えていますか？万物は周波数で構成され、音には必ず響きが残る。これは残響と呼ばれるもので、デバイスのデータドックを使えば回収できます。デバイスってのは共鳴者たちが持っているあのひょうたんのことな。交流の技術は世界一。でも残像を倒したら必ず残響が手に入るってわけじゃないんだ。これはデータドックのレベルが関係してて、データドックのレベルが高いほど残響を入手できる確率が上がります。残響を手に入れれば恩返という心強い味方になってくれますよ。ですが、先ほどデバイスが発した警報は怒涛級以上の残像の出現を知らせるもの。漂白者さんのデータドックレベルでこの残響を回収できるのでしょうか？とりあえずやってみよう。ダメか。まあまあ、ご飯はよく噛んで食べろっていうしさ。弱い敵の残像を回収していけば、いつかこんなのもいけるようになるって。確か
この辺りに小さいアツツがいるんだ。あれ可愛いんだよ。後で一緒に捕まえに行こう。この異常現象は各所に報告する必要がありそうね。まずはここを離れましょう。この力は一体あんた、まだそんな技を隠し持ってたのか。こんな共鳴能力見たこともないよ。もしかしたらまだ他にもすごい力持ってるんじゃない？残像丸のみとか、恩返し炭焼きとか。漂白者さんの失った記憶と関わりがあるのでしょうか。今ので何か思い出したことはありますか。気分はどうですか。何かおかしなところはありませんか。お体は、具合は、吸収した残響の影響は。白氏、漂白者さんを過疎研究院に連れて行って共鳴医療科で診察を。脈死？体が恩害を吸収する。得意な例ではあるけれど、全く前例がないというわけじゃないわ。体が恩害を吸収？季節眼交流編の冒頭にこんな言葉があります。この世におりし天人、健康を師匠に宿し、その身に恩害を収める。一気行化、生まれし万古、天地を覆い、敬意相応をもって四方を照らす。しかして交流史は始まり、初めて亭主を分かつ。要するに、昔々まだデバイスが世に存在していない時代にすごいお方がいて、最も強い残像を吸収して恩返に変換し、その力を利用してこの世界を再構築した。それから交流の歴史が始まったってとこかな。やったー、褒められたーって喜びたいところだけど、実はこのお話、子供の頃にずっと読み聞かされてたものなんだ。ヤンヤンみたいに原文を全部暗記するなんてできないけど、大体の話なら覚えてるよ。本当かどうかはさておいて、これすっごい昔の話だよ。今週なんて概念もまだないんじゃない？もしかして漂白者、私たちのご先祖様だったりする？まだデータサンプルと研究分析が足りない。結論を出すには至らないということ。漂白者、あれ？受信できるようになった？これは変帝から今週全域への映像メッセージですね。今週の皆さん、お忙しいところ失礼します。今週の婚礼員、今氏です。月追祭が近づいており、今週にも各地から客人が訪れています。この素晴らしい祭日、民の期待に応え、人々が楽しく過ごせるよう心から願うばかりです。古来から今週は
残像庁を退ける前線拠点としての役を担ってきた険しい土地。後退も失敗も許されない、そんな戦争の重責を果たしてきた。ですが本州を支えてきた民のおかげで、このような繁栄と平和を築くことができました。皆さんの存在が世界に輝く今週を作り上げたのです。我々は常に恐れに屈せぬ意志と温かく誠実な態度を抱いてきました。それはこれまでもこれからも変わることはありません。そこで皆さんに一つお願いしたいことがあります。ここを訪れる者の中に、世と今週、そして交流にとって非常に重要な客人がいるのです。この時を長く待ち望んでいました。あなたは目覚めたこの世界にきっと混乱していることでしょう。周囲で起きている奇怪な現象にもすでにお気づきになられているかと思います。ですので、もし今週境内にとどまるおつもりでしたら、今週城内の変廷でお会いできないでしょうか。あなたの疑問すべてにお答えすることは叶いません。しかし諸々の助力をあなたに提供させていただくことはできます。もちろんこれは要請ではなく単なるお願い。いかなる道を進まれようとも、それはあなた自身の選択でございます。したがって今週の皆様、お願いします。その客人と出会うことがあれば、便宜を図り精一杯もてなしてください。なんというか、レイン様が言っていた客人は漂白者さんですね。これが主戦、いや漂白者の実力なのか。これが主席の実力だ。有名のヒーロー賞の名台詞だよ。まだ完結してなくて、すでに4年くらい続いてるのかな。主席指揮官とその正体の話はほんとしびれるよな。漂白者さん、このヒーローショーを見たことはありますか。ってそうじゃなくて、漂白者さんはどうしますか。谷にいた時、漂白者さんは今週祭祀の彫像を見て、祭祀の記憶の話をしましたよね。その記憶が本当の出来事なのかは分かりませんが、レイン様からの通信内容が本当なら、漂白者さんの経歴は今週と深い関係があるはず。ですがレイン様の客人かどうかに関わらず、漂白者さんは私たちの大切な友達だよね。だって一緒にすっごい大変な目に遭ったんだもんね。こんな短時間であんな量の残像見たことないし、最後にはすごい大物もいたし。まあほとんど漂白者が倒してくれたけどとにかく今週城に着いたら絶対パンファ食堂の名物料理をご馳走してあげるからさ。体調を考慮して今週城に着いたら一回全面的に検査した方が良さそうね。恩害を吸収して以降、明白な異常は見られないけれど。ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿が片っ端から探してあげる。
さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか？もしくは種類が限られているとか？それともデバイスならできるとか？大成功！漂白者のデバイス。漂白者の見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。だ、好きだらけだ。これも音の力だ。タッ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 。歴史を感じる。行こう。終わりだ。一気に行くぞ。やっ、これも音の力だ。風よ起これ。行くぞ。キャッ、好きだらけだ。行こう。この先だよ。漂白者さん？見つけた。私だけの運命の種。さてと、これからどうしよっか。おいしいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。雲稜谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。確かに少々時間はかかりますが、
そう大した手間はかかりませんよ。中枢信号灯を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。今週に初めて来た人を変態に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに1秒でも退屈されたら私ら今週民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。鹿は変態まで漂白者さんの案内をお願いね。うん、任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほらもたもたしないで。漂白者は案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週上にないものはない。正義の味方しかここに参上。行こう。行こう。今週の中枢信号塔に到着。今週最大のサーバー集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど、まあつまり大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと今まで見てきた信号塔は全部小型のだから中枢信号塔の方がすごい。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。
手続きを済ませました。いつでも越見できますよ。しか、漂白者さんをこちらに案内してくれる？行こう。行こう。あんたは、私が例の重要な客人だって。こんなにぎやかな閉店初めて見たよ。私もびっくりしました。閉店にこれほどの一般人が集まっているなんて。はい、ここにいる人たちも越見を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。でも偏邸にいなかったとしても、今州の外にいるということは、滅そもそもレイン様は今州を離れることができないのです。公務や書類処理のため多忙というのもありますが、州の主である以上、その地と一体となる必要があります。レイン様がいないということは、外地での公務に赴いている、あるいは州に何か危機が迫っている。え、何か大変なことが起きるってこと？手続きの際にこの絵が引き返させました。今残っているのは代理で手続きを行う者や、一度断られてもまだ引き下がろうとしない者たちです。ここを訪れた人は皆口を揃えて、参加様に一別されると動けなくなると言っていました。実際に参加さんのたった一言で引き返させられたとか。何それ、某髪が蛇の残像みたいに石にでもされたのか。レイン様に仕えるこの絵です。ああ、冷酷な眼差しと優れた武才を持つ全能の冷徹美人という噂を聞いたことがある。おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり？漂白者さんが何を考えているのかは分かります。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ、会ってみないと分からないじゃん。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ町にいるというのは不安に感じますよね。漂白者さんは亡くした記憶についてどうお考えですか？なるほど。
漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。そうすれば何かわかるかもしれません。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。変態で騒ぐのも厳禁だし。私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってる。こちらにどうぞ。どうぞおかけください。では少々お待ちを。お待たせして申し訳ございません。はじめまして、レインこの絵の参加と申します。現在レイン様は偏邸を離れておいてですが、出立前にあなた様へ贈り物とある印をご用意されました。本日はそちらをお渡しします。様曰く、言葉で説明せずともその印が指す場所にあなたが求める答えがあるとのこと。期限は3日、それまでであればレイン様に必ずお会いできます。申し訳ありませんが、私の口からお答えすることはできません。しかしレイン様もあなた様とお会いすることを望んでおられます。申し訳ありませんが、現時点ではより詳細な回答をすることはできません。しかしレイン様はお一人で遂行しなければならないことがあり、あなた様との面会をずっと心に留めておられます。あなた様の来訪される時間が予測できなかったため、このような方法となってしまいました。3日というのは長くてもという意味です。レイン様がご自身で指定されました。ですが3日以内であれば、いかなる形であってもお会いできるかと思います。レイン様に代わり感謝申し上げます。あなた様のご好意は必ずやレイン様にお伝えいたします。我々はあなた様の助力を求めています。しかしこれはお願いであり命令ではありません。そして
この時間での問題でもありません。我々はただあなた様に事の全容を把握していただき、その後で助力いただけるかどうかを判断していただければと思っております。それとレイン様は、印はただ謎解きをするためのものでなく、証拠や合図となるものだとおっしゃっていました。また事態が急を要したとはいえ、このような曖昧で複雑な方法でしか伝えられず申し訳ないとも。しかしあなた様の存在と情報は、あなた様が思っているよりもはるかに重要なものなのです。レイン様はここにはおりませんゆえ、それにお答えすることはできません。ですがあなた様は特別です。その者たちとあなた様の違いは何なのかということですね。私の目には生き物の周波数が映ります。いや、むしろ周波数しか映りません。あなた様はレイン様と同じ周波数を持っています。歪みのないありのままの姿です。この世に存在しているあなた様本来の姿です。それはそれぞれ違いがあります。デバイスを貸していただけますか？あなたが腰にかけているひょうたんのことです。これはレイン様からの指示ですので。探索モジュールを最新版へとアップグレードいたしました。これによりスキャン、オブジェクト操作、鍵縄などの機能が使えるようになります。またあなた様の通行権限の認証につきましても、デバイスコードを各石打ちと信号灯に送信しましたので、担当者にデバイスコードを提示、もしくは信号灯を登録していただければ通行できます。要は今週各地を行き来するためのフリーパスのようなものです。はい、変定も含め自由に出入りできます。また失礼ながらお尋ねしますが、宿泊される場所はお決まりですか？もしまだでしたら、レイン様が変定内に手配された部屋をご利用ください。ご利用の際は私にお声掛けください。お部屋までご案内します。わかりました。では私はここでお待ちしています。行こう。時間かかったね。もしかしてレインさんも結構話が長いタイプ？
ン様、今は偏邸にいないのか。確かに。しか次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在、あと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか。編隊、軍属府、それと研究員にも報告したし、今やれることは全部やった。それにここは交流で今週何千年もの間にいろんなことが起きたけど、みんなの力でここまで来れたんだ。残像町だって毎年来てるものだし、それに頼もしい良き将軍にレイン様と宰主様、あたしらだっているしね。危機に当面しようとも、皆一丸となれば一騎当選、万夫不当とならん。鹿の言う通りです。この3日間漂白者さんには何か計画はありますか。そうだね、急がば回れだから、まずは城内でブラブラしよう。手がかりなんて急にひらめいたりするかもしれないし。物に隠されたメッセージか。レイン様、なんでこんな回りくどいことしたんだろう。つまり？初めからレイン様は例の重要な客人が情報を解読できると確信していた。でも漂白者さんは記憶を失っていますし、それともレイン様には何かその客人に気づいてほしいことがあるのでしょうか。漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか。なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。丸っこい、子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい、これとても甘いんですよね。子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師さんからご褒美としてこのような飴をもらいました。でも一体どういう意味なのでしょうか。これは小型の日時計でしょうか。太陽の光でできる影から時刻を計測する装置です。しかし一般的な日時計の目盛りは24。季節や月の表示がある場合もあるのですが、この日時計の文字盤はそれとも少し違うようですね。この日時計の文字盤は本来24あるべきの目盛りが十二支によって12に分けられています。それと4つに区分された目盛りに四神獣が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す、王者は吸血、電覚を制する二方をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表すのですが、時間と方位を示す日時計、しかし日時計は実際の時間とは多少ズレがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らないけど、もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。
気のせいだったかも。いえ、本当に私の気のせいです。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい、漂白者さん。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残像潮が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。これらの印、特に飴玉に対しては私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか？飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない？同じのは持ってないけど、これならあるよ。美味しいからあげる。レインのお姉ちゃんが言ってた、今週の客には優しくしようって。研究員までまだ距離があるね。ここは私と勝負だ。もちろん走りでな。前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索モジュールという項目がないか確認。デバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速試してみてよ、漂白者。ちょっと待ってね。何かあったみたい。うんうん、聞いてるよ。え、いつ行方不明になったの？大丈夫、焦らないで。すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。ダメダメ、やっぱ今のなし。ってこれ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど二人で大丈夫？何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。変身はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家、モルトフィーさんですね。以前白氏から聞きました。白氏を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。うん、本当に聞かなきゃいけませんか。どうした？何か私にできることでも。私は骨の髄まで喋り尽くそうとする資本家になど加担したくありません。
かし他の人は立場上反論しづらい。なので彼らには自分の研究に専念させ、私一人でまとめてそれを処理すれば多少は効率的かと。君たちは？モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白紙の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造形が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。シカの話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変帝への旅、何か成果はあった？略史はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は環境下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。特に変わったものはないようですね。君たちは幼い頃にこの飴玉を食べたと記憶しているようですが、私には見た覚えすらありません。ええ、私はネオユニオンの出身です。これは交流特有のものということですか？私は看護師さんにこの飴玉を渡されました。病院での出来事、もしかして？おそらく何かしらの薬物ね。飴玉の形にすれば子供受けがいいということでしょう。白紙さん、交流人の研究員であるあなたならとっくに見当がついていたのではないですか？それでも検証は必要。成分の分析報告とデータがないと結論には至らない。そうですね、私も同意見です。ならばデータを持って推測を検証しましょうか。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか？別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。
検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。化け物の定義がわからないけれど、一般的に周波数エナジーの異常がもたらす危険といえばオーバークロックと呼ばれるものがある。共鳴者の精神と能力に過負荷が加わることによって引き起こされる症状。要は周波数エナジーの漏洩よ。でも交流ではオーバークロックのリスクを個人単位で検知する体制が整っている。あなたの波形グラフは高い安定性を示した。今まで見た誰よりもね。したがってオーバークロックのリスクが極めて低いと言っていいわ。だからしばらくはそのリスクについて考えなくても大丈夫。端的に言えばあなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。宇宙を秘めている。言い得てみようね。どうやら実践で検証するしかないよね。そのまま動かずデバイスをしっかり握りしめて。が作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。これも音の力だ。宇宙の同調、加速します。うどんと同じね。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわよ。すごい。隙だらけだ。周波数エナジーに乱れない。これがあなたの共鳴能力ではない。あなたの可能性はまだ未知数。さらなる検証が必要。行くぞ。データ回収完了。前方の出口から戻ってきて。聞こえる？通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それにこの月は一体。あれは残像。
漂白者さん、漂白者さん、はあ、よかった。白紙、さっきのは一体、急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。鎌を持つ巨大な残像、無感者ではない。おそらくそれ以上に強力な残像ね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラはソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人だということ。ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いよね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか、すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見れば、あなたは健康そのもの。全項目の指標が規定値を満たしていた。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡していい？過疎研究員所属、白紙よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。これ以上の言葉は不要。実践で結果を示す。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょう。またこれは精巧に作られた春望という補助次の機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば、表にある2つの回転板らしき構造を動かすことができるでしょう。飛行術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せば、からくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですがパーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。単純明快ないい方法ですね。内包物が破壊されるリスクを度外視すればの話ですが、
着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？やっぱり情に熱い方なのですね。まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。行こう。君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ？あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？まあいいでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり欠けたパーツを同時に2つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？さっきお話しされていた方ですか？もしかして総理さん？ええ、私一人でも解決できるのですが、彼の助力のおかげで時間を短縮できたという事実は否定できません。彼が九段の気功術研究の筆頭であり、首席研究員まで上り詰めた男です。群がる雑物の魔境、万物をも飲み込む研究員の沼です。その危険性は悲鳴前の前人未到の原生林にも及び、理性ある文明人に見境なく殺意を放ちます。では漂白者さん、行きましょうか。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。
分これですね。重そうです。さあモルトフィーさんのところに持っていきましょう。の箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど二つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音区をはじめ天空海、疎開雨、重力喪失、在りし日には起こり得なかった異変のことを会食現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、正しい方位と時間の情報を入手し指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知事と師匠、転換知事は光流特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類書の構築にも使われた古から伝承された伝統的な方法だから今でも光流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。ありました、羊の列です。う、たつ、み、馬、羊、漂白者さん、この列です。
写真が2枚ありますね。今週が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数光子前の羊年で、確か変帝と過疎今週は雲領谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無感者によって引き起こされた戦いです。行こう。漂白者さん、飴玉の情報について。悲鳴のあと、人々の暮らしは日に日に厳しくなりました。そのせいか、幼い頃に味わったあの甘味は、今でもその疫病は共鳴者であるかどうかにかかわらず、子供が感染すると最悪の場合死に至るというものだったそうです。またちょうどその時期に発生した残像潮によって外部との連絡が断たれるという事件もありました。当時の人々は資料に残る数字とわずかな説明からは想像もできないひどい苦痛を味わったのだと思います。先駆者たちのおかげで私たちの立つ今があります。そのことを決して忘れてはいけません。仮に飴玉がこちらの資料に導く手がかりだったとして、レイン様が伝えようとしていることとは一体何なのでしょう。漂白者さんの記憶や身分に関係しているのでしょうか。それとも、記事で言及されている研究員チームのリーダーは開発成功の3年後に病気で亡くなっています。それに他のメンバーもすでに50歳を超えているようです。漂白者さん、あの写真の赤ん坊ですが、撮影された日時を考えると漂白者さんと年が近いのではないでしょうか。あ、でも写真のこの子は漂白者さんのような金色の瞳ではないですね。漂白者さん、飴玉の情報について。今週は一番最後に設置された州です。黄竜を南北に貫く雲領山脈には関所が設けられており、一定五州は関の内側こと関内にあるのに対し、今週は関外の地にあります。また今週は雲竜谷の戦いがきっかけで設置された州です。本来北楽野原にあった残像町の進行ルートは一定でしたが、無感者の登場によってそのルートが変わってしまったという経緯があります。無感者とは戦争そのものの具現であり、戦死者の怨恨と生き延びた者の恐怖から生まれたとされる残像。残されている資料は少ないのですが、一部の研究者は名式と関係しているのではないかと推測しています。名式は簡単に説明できるものではないので、今は最強の残像と思ってください。私たち人類はそれに抗うために名式戦争を起こしました。資料にある無感者の記述は前に雲領谷で遭遇したあの強大な残像と非常に似ています。また核もその戦いに姿を現しています。漂白者さん、飴玉の情報について。今分かっている情報は羊だけ。これだけではからくりを解除できません。おそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。漂白者さん、飴玉の情報について。漂白者さんはどう思いますか。
日時計のからくりを解除するための情報は飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだった。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能。また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが俺に会いたい理由は伝えたい情報があるから。俺が彼女に会いたい理由は知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと俺の知りたいこと、この二つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなり得る。いくい彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えの道筋が不明瞭になってしまったか。あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は。偶然情報にたどり着いただけのものはそれを読み解くことができない。つまりこれらの情報自体が答えを守る防壁となっている。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白者の体の具合は。薬師によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。至って普通の一日だったね。強いて言えばチンピおじが長さん家の猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が一件あったかな。ちょっと調べてみたけどどうもあんたとは関係ないみたい。明日直接届け出人のところへ行っていろいろと聞かなきゃ。そうそう、あんたのデバイスも検索したけどやっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した一件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。そっか、そんなにつまんなかったのかって、それ普通の生理反応じゃん。まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。あの漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？漂白者さん、私の家に別棟がありますのでよろしければそちらに。忘れたのか？漂白者変邸に招待されたって自分で言ってたよ。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白者を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。
行こう。